店舗の広さは心の広さ。本日もお客様を迎え入れる広大な空間を用意しております。はい。ということで、スーパーマーケットシミュレーター続きやっていきましょう。えー、とりあえず前回から商品を補充しておくところまではやっておきました。で、ありがたいことになんと在庫をね、<laughs> 在庫をだいぶ抱えることができたので、これで棚を増やしても大丈夫なんじゃないかちょっと踏んじゃってごめんね。ちょっと水とチーズあたりがだいぶオーバー気味なんですが、まあ、ただ、 抱えている在庫的に冷蔵庫を増やすよりも棚かなという感じなのでまずは棚を増やしていきましょうあの前回からねあの借金を一括で返せそうだったので返してさらにもう一回ねワンクリックで借りたことによって金も増えたんで、ええ、<laughs> 素晴らしき銀行ですわで、えーっとまあ、棚が200で、ね、冷蔵庫もそもそも高いんで、まあ、ちっちゃい冷蔵庫は買えますが電気代もかかるしここは 田中っちゃおう。これでちょっと心は狭くなるが、まあでもね、心もすでに拡張可能ではあるからね、えー、っと確か、こうね、成長で、そもそもレベル6の時点で次のね、セクション3が変えるので、まあこれはね、ゲーム側も心をね、店を拡張して心を広くしろと言ってるようなもんですから、ライセンスもあるけど、ライセンスはレベル9だけどね、あっちはレベル6なんで、やはり、 拡張しろというメッセージを感じるので、拡張していきたい。で、一旦、これはここに置いといて、この隙間も気になりますが、まあ、この隙間埋めようと思えば埋めれるけど、取れないしね。あと、こっち側の出っ張りがあったんですけど、こういうね、そこ貫通できるようなんで、<laughs> せっかくなので貫通しておきました。よし、じゃあこの棚に残った商品を並べよう。 よし、新らに並べ終えました。まあちょっとまだ空いてるんですけど、残りのね、奴らがなんか2個とか3個とか <laughs>、微妙な数で余ってるだけなので、まあ、そういうのはね、適宜補充すればいいということで、では、今日も一日、元気にやってみりましょう。さあ、いらっしゃいませ。この開放的な空間と言いたいところですが、若干ちょっとごちゃごちゃし始めたので <laughs>、そろそろこいつらを放り込むストレージとやらが欲しいかもしれないですね。ストレージは、あれだよね、多分ここに書いてある、こっちでしたね、倉庫。 こう開放すればをあそこに何とかねこいつらをぶち込めばもう少し開放感を演出できるでね棚も増えたからもういっそさらにね店を広げることによって圧倒的開放感をね演出できるかもしれないそれは楽しみですよやはりもうスーパーなんでねスーパーマーケット目指してますからこんなもん広けれ広いほどいいですからね塩買いますね塩とチーズめちゃくちゃしょっぱくして 食べそうですねありがとうございました。さあ、おじおー、いいね。朝、朝って感じですね。パンと牛乳とチーズとみたいなね。素晴らしいですよ。23.9。特に高いとの文句もない。微妙に値段上げてもいいのかなそろそろ。なんかこう、やっぱね、利益を出さねばいけないからね。店としても。でも結構買ってくれるね。朝っぱらから。ありがとう。えー、2ドル。2ドル。Thank you。おじさんは2つでいいの でもかまあまあですよ。うーん、まあまあですか。<laughs> あ、でもなんか、あれ、こんな感じだったっけなんかもうちょっと安かった気もしたけど、単価も高くなってるしな、そう、物価高騰が進んでるんだよね、この地域。この地域か国かは知りませんが、今んとこ下がるとこを見たことがない、あれかな、安く売ってりゃ下がるとかあったりするかな、さすがにそれはない、市場価格に影響を及ぼすほど、まだ、うちの店はでかくないでね。 でかくないでね。55.7。はい、どうも。さあ、お姉さん、爆買いしてって結構よ。在庫もね、今日は在庫が多少あるんで。困るのは今んとこないはず。いや、いいね。お姉さん、いいっすよ。今日結構買う日か、みんな。休日かえー、1.1。しかも、あまりね、お釣りもひどいことにはならない。まあ、たくさん買っていくから、もはや90ドル超えのね、 なんかそういうお釣りが出ることもあまりないでしょう100ドル超えて200ドル出してくるとかねそういうことにならない限り今後もたくさんお釣りを払うことはないでも16めんどくさいわねあれ違う16.9だったごめんねあた、ま、した1個かお姉さんでもお釣りなかったがりですあたしたー Thank you ベリーマッチョッチョ。Thank you たくさん買いな いいおじさんのお釣りおっとチーズがねえチーズがねえぞチーズはこんなに在庫があるのに <laughs> ちょっと棚が少なかったなちょっと待ってねチーズ入れてるからもう夜だけどあてかもう就業時間じゃん就業時間に4人も来やがってこの雑魚どもめ <laughs> この地域の人間はなぜこんなに駆け込むのかえ15はいありがとうございました さて、また来たよ。あの赤髪のお兄さん、さっき、お兄さんお姉さん、さっきいたっけいないよね。オリーブオイル1本。直飲みかあ、素晴らしい。ありがとう。オリーブオイルも入れる。やはり、い、でも、あれですね、69、69ってやつや。恐ろしいお姉さんだぜ。間違えました。えー、69.6だしこうの、えー、こう。こうですかこうですね。で、コーヒー2点。 スサンドルよしこれで今日は終了かちょっとチーズがしくったがまあでもそれ以外はジャンプできるやり今更知ったジャンプかよこれジャンプまさか乗れるこれあ乗れた <laughs> ジャンプはいるんですかスーパーマーケットシミュレーターにえー、っとジャンプじゃなくてエンターねそうあっと見つからないのが2人もいただがでも収入自体は1000に近づいているで利益もオンアップグレードとかした割には利益が出たな 残高じゃんあれ結構良くないですかあライスの値段が下がった。ようやく、ようやく物価高騰の波から抜け出したやつがいるけど。えー、っと、じゃあ、1000あるそう、1000あるってすごくない開始時だってなんか40ドルくらいじゃなかった結構爆売れかえー、っと、だから、とりあえず借金返してちょっと補充してから考えよう。よし、こんなもんかな。セール品であった、セール品というかね、安くなったパスマティーライスとやらをね、米を。 ちょっとたくさん買っておきました。でも今日は出さない。空いてるところはあるんですかね。安く仕入れたものを安く売っても利益にはならんのでね。今日のところはこれくらいで勘弁してやると言ったところですよ。まああとはそうですね。ちょっと水とか牛乳とか余り始めたので冷蔵庫を買ってもよいが、ちょっと200を買うよりはね、375の方を買いたいという貧乏症が出るが今日は仕方ない。このまま営業を始めましょう。いらっしゃいませ。 さあセールのセールじゃないな、ちょっと安くなった、まあでもね、安くなったからきっとこれを目当てにね、買いに来るお客様もいるでしょうから、それで釣って、なんとかしたい、釣るといえば、あのこのえ管理じゃない、スーパーマーケットにあの照明、照明を買う、そう、スポットライトっていう項目があるんですけど、これなんかやっぱ効果あるんですかね、店を明るくした方が、虫がね、光に寄ってくるように、客も光に吸い寄せられて、寄ってくる可能性もあるかもしれない。 いずれ試してみたいところだが。でも40だったっけ値段。40だな。安い。安い割に、もし効果があるんだったら試していいかもしれない。まあいいや、それは次で。今日は普通に働こう。ありがとうございました。おはようございます。いってらっしゃいませ。センキューベリーマッチョ。お兄さん、頭輝いてるお釣りゼロお姉さん、好き。お姉さんたち、双子ですかねえ、双子ですか答えてください。お姉さん。ありがとうございました。さて、これで今日はおしまいかな。さすがにもう入ってくる輩はいない。 お1300近い。結構いったのでは今日。まあ、初手、おお、満足度も素晴らしい全員。でアップグレードはしなかったけど、まあ供給コストがあったものの、利益は380。売上自体1000超えたしね。悪くないのではなくて、また上がった。あ、でもパスマティーライス上がったぞ。物価高騰。いくらになった ?6.64。ああ、昨日6で売ってたところが6.64だから、6.7くらいで売れる。これで大量に。 出品してみんなに買っていただくそういうところでしたいところだがであとはあと値上がりしたのなかったけども、まあ、いいやあとにしておいてライトをどうするかだなスポットライトを買ってみるちょっとカートにだけ入れとこう40ドルだしね何かそういう虫を呼び寄せる効果があるか人を呼び寄せる効果があるか分かりませんがちょっとそれも試してみてあとは借金を払って準備を整えようよしここを米売り場とする はい。ということで、在庫をね、放出したおかげで、とりあえず棚がすべて埋まりました。この米をね、どれだけ買ってくれるかが今日の売り上げに直結すると言って言ってか、今、そう、ライト持ってたんで出したんですが、あ、好きなとこにつけれるんだ。どこがいいってかつけづらいな。真ん中でいい。デザイン的に、これいいですかこれって取れるのかなあ、取れる。あれ、他のも取れるのかもしかして、あ、取れるんだ。あ、これ、位置変えれるんだ。ちょっと待って、持って、あ、持つのは右クリック。持てないんやが。 あ、なるほど。長押しか。持って、あー、なるほど。それはそうだ。商品側を照らさなければ、商品側を照らさなければ、やはりこういうのにも客足に影響する気がする、気がするよ。で、ちょっとレジのところも照らしておいて、で、自分のところと、この端っこはいいやもん。端っこはいいから、<laughs> 端っこはいいから、ちょっと商品、なんか位置があれだけど、まあいいやもん。照らせれば何でもいい。<laughs> このこ辺を照らして、やはりね、お客様の目に負担をかけないようにしないと。 でそそうそれはいいんですけど、なんとね、レベルが10になってことで、見てください、これ、ローンの、ワンランク上のローンが開放されてるんですね。で、今、これ、残りの借金返せるので、返した上で、こちらをワンクリックで借りれば、一気に2000ドル、手に入るという夢のようなシステム。返済どうしようかな。返済、いや、でも1日の返済が重いか、さすがに。10日でなんとかなる。15日、だと1日173。いや、10日でなんとかしてみせる。 240ドル。今日売り上げれば、なんとかなるはず。行くぜーやったーワンクリック2000超えたぜ。<laughs> よーし。あ、でもこれで、まさか、さらに拡張、ライセンスも変えれば、拡張もできりゃ、採用もできりゃえ、えなんでもできるじゃん、こんなもん。ストレージも変えるいや、でもストレージ今あんまり必要としてないから、現状ね。いずれ必要だけど、広い心を手に入るために。 えー、だから、よし、ここはまず、私の方針として、心を広くしたいので、広くしちゃおう、いやいやや <laughs> 広くしちゃった、一体どうなってることか知らないですが、あと、だから、広くしたから、ライセンスを1個買い、えー、2つはさすがに余裕がないので、棚を、今買ったやつって、そうだ、今買ったやつの、必要な棚なり、冷蔵庫なりを見て、ジュースとかだな。 だから冷蔵庫だね。冷蔵庫系が入ったから、冷蔵庫を買って、商品も買えばギリギリ残るかなっていう感じですけど、どうでしょう。えー、冷蔵庫がまず買えるじゃん。<laughs> ライトなんて買ってる場合じゃなかったか。まあライト40なんでね。悪くないと思う。さあ、これで、あと仕入れ、仕入れして足りるか卵があるけど、卵も買っとくで、デカート、カート、ソーダもう2つ。 いや、そうだ、3種類ある。炭酸3種類。まあ、そのくらいあるか。牛乳6パックも買っときますか全部買えるあ、余裕だった。意外と余裕でした。単価は安い。やっぱ飲み物だもんな。じゃあ、一旦全部買っといて。これで残り274。さあ、どうだどんくらい広がったあ、向こうが若干見えます。窓の外。ああすげえ,え。え、あ、こういう、ああこういう広がり方か。なにこれ。ゴミ落ちてる。<laughs> 掃除して。まあ、あ自分の店の近くだから。 そうして、あ、そういう広がり方ね。なるほど。<laughs> 確かに 4×4 マスって書いてあったから。今後はだんだんこうやってこっち側に、あ、なるほどね。あっち側に貫通していく感じか。オッケー。じゃあ、いろいろ、そこにもね、届いて、高く、天高くいろいろ届いてるので、ちょっと並べ直しましょうかね。う見てくださいよ、この開放感。こんなもうお客様入れ食いですわ。<laughs> で、あの、さっきね、買ったあのライトがちょうど役に立ちましたよ。ここに4つあったんですけど、1個買ったことでね、ここに、 設置することができましたやはりね暗闇にお客様を踏み入れらせるわけにはいかない、まあ、窓際なんで大丈夫かとは思いますがただ油にね直射日光が油とパンに直射日光が当たってるのは若干気になるが <laughs> まあでもねライトが役に立って非常に良かったあと飲み物もねなんか1箱で2段分あったのでコスパはとても良いのでは今日は飲み物とあと米ね米が大特価これはオープンいやだいぶ 余ってるからね、0時ももう1個つけて、人員を雇ってもいいかもしれない。行くぜ。今日どれだけ売れるかだな。まあでも、借りたもんは借りたんだよね、いっぱい。<laughs> 返せるかどうかは、今後の集客にかかってるんで、よろしくお願いしますよ、お客様たち。ああ、ようやく来たぜ。開店1時間誰も来ないから、ちょっと不安になってきたところだよ。<laughs> あまりの広さにちょっと恐れをののいて、入ってきとないのかと思ったけど、大丈夫ですよ。今回は、見ての通り、商品もね、 全て棚に並んでおる。まあでもこれ、うろうろする時間が増えるからな、どうなんだろうな。まあ、それだけたくさん買ってくれればいいが。てか、そう、あの牛乳とかのミルクがね、新しく買ったミルクパックがあったんですけど、あれはあの常温でいいミルクだったみたいですね。ミルク乳製品ってことなのかな。さあ、第1号、素晴らしい。やっぱ広いと、おお、お客様の、お客様の心も広くなって、あれ、買い物、 すすするるようううにななんんんですかどうですかかかどお客さあありがとうあなんか新しい人来たないこんな初めて見た気がする。<laughs> 新しい人来てますよ。36.4、はい、やりがざさあ、おばさんもなんか初めてな見る顔がそうでもないかでもなんかやっぱり、最初は来ないかと思ったけど、店内にあの存在できる多分人数が絶対増えるはずだから、これそろそろワンオペのレジ及び品出しは厳しくなってくるのが。 確定か確定的ですかどうですかどう思いますあなたは実は社長だったりしないこの店の。いや、社長は確か。<laughs> 別にチェーン店では何でもない。チェーン店で、お60ドルついにいい感じに行ってきてるぞ。60ドル、ちゃんとね、ジュースも買ってくれる。お米は、お米はいいですかあ、こっちだった。<laughs> お米買ってください。お米は大特価で買ったやつを今日の普通の値段でお。お米買ってる人がいる。いいで。買え。もっと買え。<laughs> 目玉商品。いや、目玉商品をそこに置いたのは、そういう意味だったのでは。 目玉商品はもう入り口の近くに置いておくべきだった。絶対そう思う。だよね、お姉さん。でも結構あの、なんかピーナッツバター売れてる気がするんだよな。そういう気配を感じるから、多めに。安い時に多めにね、仕入れておいてもいいかもしれない。お、おソーダをお買い上げですね。ありがとう、少年。いや、少年ではない。水もね、水もたくさんあるんで、どんどん買ってってくれていいですよ。18.1。はい、ありがとうございま、じゃあ。 お、いいぞ。すごい飲み物買うじゃん。なにパーティーこれから。パーティーですか完全に。完全にパーティー用の42.3。ありがとう。パーティー楽しんで。さあ、超ネクタイのお兄さんはしょっぱい。<laughs> もう、直前の客側だとさ、よりしょぼく見えるからやめて。お兄さん。コーヒー飲みたいのはわかるけど、そんな一個だけ買うなんて悲しいこと言わないで頼みます。あざまっしゅー。あざっしー。 いや、お姉さん方の服がなんか、合成になってないか合成というか、色がビビッドな感じになりつつある。ありがとうございましたー。いいですね、お兄さん。もっとですよ、もっと。23.23.6はちょっと、若干めんどくさいではえーっと、6か。はい、どうしたあ、リンチョさて、暗くなってきた。ついに照明の力が発揮される時か。そうだよね、あそこになければ絶対暗いもん、あそこ。<laughs> でなんか全体的に前に持ってきたことで明るく見える正解だったがこの序盤で照明の感じに気づけたのはかなりうまかったのではお客さんたちも心の中しか明るい表情に見えるいやでも若干あれか逆光になってんな <laughs> ありがとうございましたありがとうございましたありがとう俺は嬉しいよありがとう友とよ87.25のお釣りってうのは悪いとは思わないですかありがとうございました よし。終わりましたね。さあ、今日の売り上げはいかに。満足度はよし。客もなんか、客足増えてるよね、これね。35人とか。で、あーまあ、でもなんか思ったより収入がないな。前日1000円超えてたけど。まあまあまあ、でも、アップグレードにね、2000近く使っていることを思えば、こんなもんか。借金は返せるからね。あーっと、なんだあ、これ押しちゃった。 で、リンゴとチーズが、お物価が下がった、やった。やりましたが、じゃあ、ちょっと一旦いろいろね、準備はしといて、今回は、ここまでにしましょうかね。結構、全然ライス売れてね。<laughs> みんなもっと米買いましょう。やはり、パンの国か。米の国ではなかった。米の国に出店したい。と、まあ、終わろうとしたんですが、思ったより短かったので、もう少しやりたいと思います。で、あれからね、新しいことはあまりなかったので、2日ほど営業して、今、商品を補充するところまで。 やっておきましたこの時点で今、所持金が800ドルを超えていて、さらに在庫がね、だいぶ溢れてきました。えなんと未開封のね、箱も結構並んでいて、外にもちょっとね、置かせていただいているという状況なので、かなりね、良い感じに潤ってきたといえる。ただ、これだとね、ちょっと入った時に、我がね、スーパーマーケットのコンセプト、開放感がちょっと損なわれている。 感じがいたしますのでこれはついについにストレージを解放するときが来たのではないかそのための800ドルそのためのストレージやっちゃった解放したあこれもセクションがあるんですねでさらにいきなり解放スーパーマーケットを拡張うん解放もできるがこれあれですよねあの採用のこの採流化ってやつここの人を雇えば勝手に補充してくれるってことですよね これ必要なのがストレージとあとラックってのが必要みたいですね。ラックとあとレベルが足りないということなんですが、まあ、それは後でやるとして、これは開いたということで、あ、封印された扉が開いたけど、いや、狭いな。<laughs> ちょっと開放感を売りにしている以上、やはりラックもね、ラック倉庫もね、広くないといけない。こっちがだいぶ広くなったせいで、向こうがすごい狭く見える。<laughs> まあい、いや、ちょっと未開封の箱くらいは、あちらに全部ねじ込んでおくか。 そうしましょう。よし、未開封の箱はこんなとこかな。こうしてみると結構ある感じがしますね。これプラスまだね、開封済みがだいぶ転がっているので、これは一旦ね、ここで処理するとして、結局、結局あまり広くはなってない気がする。なんてことだ。あまりにも悲しすぎる。でね、まあ、これでやるしかないんですよ。<laughs> じゃあ今日はこれでオープン。次のね、ちょっと。 いろいろ拡張のためにも客には来てもらわないとようやくねライスも吐き始めたんでようやくこの一段なくなったんでね <laughs> でこのミルクパックみたいのはあの一列にね置ける数が少ないので多めに置いてますねさあおばさん来たねいらっしゃいませ第1号何かありますか第1号はお水を1本プレゼントみたいなそういうのもできたりするんだろうかえーあとでも ここのスペースもね、うまく使いたいし、これでもどうなるんだろうな。ロックされているね。あ、いらっしゃいませ。さあ、米を買え。安い、今日安いのは何だったかな。安いのはあまり、あ、すいません。買ってほしくもないような気もするが。1ドル、素晴らしい。おばあちゃんありがとう。安くないよ、朝だからって。あ、でも、お釣りはなし。もうちょっと買ってってくれたっていいんですからね。 ありがとうございました。ありがとうございました。なんか、コロナしか、客が増えたような気配を感じるんだが、どうですかまだ3時ですけど、あ、米じゃなかった。米を買ってくれると嬉しいんだが、3時だけど、結構売れている気がする。500。今日、スタートがね、ほぼゼロだったはずなので、すでに500売れているのは悪くない。あと、駆け込みがあるんで、最終的には、結構行くのではどうですか、皆さん 米はで買ってってくださいね。ぜひぜひ米は買っていただくと私が大変あ。すごい。68.6グラサンお兄さん。グラサお兄さんいいぞ！大変だ,いだお。お姉さん。いいかあ。まあでもそんなでもないか。でかい箱がいっぱいあるだけでも50。いいぞ55用ホイホイ。お兄さん米米を買うとお目が高い。米はいいですよ。ぜひ買っていただいてね。ただもう在庫があるわけではないから。 あ、52。52か。そこは、あれ間違えました。そこはよろしくない。えー、っと、喋ってるとわかんなくなりますね。<laughs> 意外と、あ、あと、ピーナッツバターがなくなってきている。そろそろ補充も考えた方がいい。補充、ピーナッツバター割ったかあない、あるわ、あるある、待ってください。待ってください。待ってください。捨てるんで。<laughs> そろそろ、意外と、 意外と補充が。てか、大体なんかこう、1商品付き、現状2列くらいないと危なくなってきたな。37.3。はい。あざっすもっと買って、お兄さん。えー、っと、5.1。はい。さあ、暗くなっていく。1本はダメだよ。お兄さん、1本はダメだよ。1.5。1.5ですね。まあまあ、ああ、ピーナッツバター。よかった。補充しておいて正解だったが。5.8。 ありがとうございました。さあ、米を買え、米を。まあでも米ももういいか、そんなに。そんなにね、えー、0.3。はい。暗い、せっかくのライトもね、増設してるんで。やっぱ若干こっちが暗く見えるね。<laughs> まあいいでしょう。お客様をね、逆光のもとに案内する。さて、あと何か、うん。オリーブオイルが若干足りなそう。あるんでね、少しだけ。よいしょ。 これで持ってくれ。この2本が救う。この店の未来を救うかもしれない。はい。待ってください。あとは、意外とね、品出しやらなきゃいけなくなってきた気配がします。だからお兄さんおじさん ?1 本牛乳丸のみはやめてください。チーン。はい。で、カード、10.7。しょっぱいかいいぜ。 いいぜ、つるはげお兄さん。えー、っと、47。でも飲み物が多いから、あ、47じゃない。4。そんなに高くはなかったか。えー、っと、とりあえず入れれるものだけ入れといて。チーンって来るか。チーンって来ました。はい。チンチン。チンチン電車。えー、チンチン,ン,ン,ン、チ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 ン。30.4。はい。 次は、お卵。卵もちょっと。いや、卵はいっぱいあるはず。卵はいっぱいあるはずなので、4.5。はい。おん、油と水。水と油。水と油系団子。結構飲み物ははけるが、それだけではやはりね、あまり、よいしょ。単価が高くないからな。よいしょ。ありがとうございました。ありゃました。 よし、これで終わりかな。意外となんか今日は早かったな。補充とかしてると、時が早く感じるぜ。満足度は完璧。で、収入も1000を超えてる。が、まあ、これ以上はなかなかね、まだ品数とかもあって。おっと、待って、物価が下がった。卵、パン、小麦、いいぞ。ようやく、マジ物価大事ですからね、下がるの。ちょっと見てくださいよ。ここにあった在庫を全て履けたんで、圧倒的空間を。 手に入れましたこれこそ求めていた。<laughs> 求めていたところ。まあ、まだね、いろいろ入荷したり、あっちのね、開けてないやつができたりしますが、えーと、安くなったのは何が安くなったパンがだいぶ下がった感じ、これ。てか、パンと何が下がったパンと卵下がってたよな。パンと卵と、パンと卵と小麦。どんくらい下がったパンはパンは、あー、でもだいぶ下がってますね。 売り上げ的には美味しくない。1ドル近く下がった。卵ちゃんは卵ちゃんもだいぶ下がった。1ドル近くね。だいたい下がっていく。で、小麦、こいつもね、高い小麦だよな。ああ、これも1ドル以上下がっている。そんな感じ。全体的に、今度は価格下落の波が押し寄せている。まあ、それはそれでね、入荷に関してはいいですから。一旦じゃあ待てよ。えー、っと、 まず借金を、借金を払って、借金とね、払わなきゃいけない。うんぬんかんぬんを払って。てか、これ、ローンって、あれなんですね。これ、れ連続というか、あれか、ダブルで借りることも可能なんだな。借金再開すれば。そういう手も、今後、打っていく必要は、あるかもしれない。で、この時点で700あるから、ラックとやら買ってみる。このままでもね、あれだし。 ラックがあれば即座に人員を雇う雇える可能性がありますからラック2個くらい買っちゃっていいのではだってね採用1人目は1個でいいけど次のね採用するのに6とかいるし1320ラック20個凄まじい広さだストレージもストレージの拡張は800かまあ今回はラックだけで勘弁してやろうなのでえー、っと家具のラック2つ カートポン。で、これあれですよね。送料とかもあるんで、出荷のね。これ増やしていくと送料増えたりするますけど、うん。送料かかるから、なるべくまとめ買いをした方がお得ということが判明したので、ちょっと安くなったパンとかをいっぱい買っておきましょうか。でもまあ、カートに入れられるのは最大10個までなので、一旦これで購入し、でも200しかないのはまずいともしかして。あー、ちょっと引かないで。私の、私のラックが。 道路に散らしてしまった。どんくらいの大きさああ、そういう感じね。なるほど、なるほど。こっちに置ける。ああ、これはちょっとやり直す必要がある。これ、店内には置けるのかあ、店内には置けない。なるほどね。こっち専用というわけだ。じゃあ、ちょっと待って、一旦整理するので待ってください。よし。やっぱこれだけでなんかね、在庫がある感出ますよね。箱でね、持っているという安心感があるが、ちょっと発注ミスで若干ね、足りない。 足りない品がちょっとある。あと、こっちのね、あの、空げた箱は、まあ、まだ自動で入れてくれる人はいないんで、持っておくということで。で、まあ足りない品があるんですけど、そんなあなたに朗報。この銀行でね、ダブルローンを、ダブルローンを組んでしまえば、750手に入れることができる。えー、10日でいいかな。10日。いや、早く返せるか ?8 日、1週間くらいにする。日々の支払いが増えるけど、まあ、多少の。 多少のあれは、いいでしょう。7日くらいで1週間返しで、イエーイ借りちゃった。ダブルローン。二重の苦難が始まる。<laughs> まあでもこれで750手に入れたので、なんだろうな、なんか、家具、商品を増やすのは若干厳しいか、今。ライセンス増やせるけど、増やしてところで置くとこがなくもないが買えるものがないので、一旦足りないものを買ってそれから考えよう。 さて、補充したら意外とね、あと665は余っているので、余っているわけではないんですが、<laughs> ちょっとライセンス買っておきましょうかね。やはりね、品数を増やさないと、幅広いお客様にリーチできないんでね、買っちゃった。で、ケーキとキャンディこれはどっちだケーキは別に冷蔵庫ではない。そういう感じそう。何にね、入れるかちゃんと見ておかないと。えー、あ、棚ですね。あ、ケーキの元みたいな感じか。で、シリアル新しいのと、 でキャンディーとヨーグルト。ヨーグルトだけ冷蔵庫か。まあ冷蔵庫は1個。まあでもまだスペースはね、開けようと思えば開けれるので。よし。まあでも今日はもう輸入荷できないので、一旦ね、ちょっと借金も結構 <laughs> 重くなってまいりましたので、今日はおとなしく営業しよう。頼むぜ、みんな、買ってくれよ。おっと、チョコレートバーガー。こいつら、新入荷した。まだ出してない。 商品のことを勘づいてやがる <laughs> マンだと。そういうことがあるのか。えー、っと、ちょ待って。マジか、それは、あ、40じゃない。40、そんなになかった。<laughs> 0.9。マジか、新商品、これ、こいつら、鍵つけて、あ、鍵つけてきてるわ。やべえ。<laughs> 新商品を入荷したことを、嗅ぎつけてきている。そういう能力があるのこいつら。意外と、目ざといな。なんで私ら、私らの <laughs>、私らのそんな状況を知っているのか。 やばい動揺して動揺している数えられない <laughs> 大丈夫かでも結構客増えてくる気がするな広さとやはり商品数で客も増えて大変になってくるそろそろ人員をマジで増やさないとまずいかもしれないな17.65まずい65値段設定が文句を言う人あまりいなくないって欲しいなあなたも文句は言わないで0.60.6お願いヨーグルトまずい 感づいているこの町の人間たち。そんな、商品を入荷した広告出しましたっけ、私。えー、69.7 69.。くそ、やめてくれ。しかも、なんか、それに対応する時間も取れない。ワンホンペだから。40.8。まずいぞ。今日は不満が、不満が多くなるかもしれない。しかも、なんか、心なしかいつもより、若干めんどくさいお釣りを。 要求してくる人が増えた気がするぞ。どうですか、お姉さんは。勘づいてますか勘づいている。<laughs> シリアル。まずい。勘づかれたのは完全にまずいですよ。56.9だが。おさすが紳士。待って、まずいぞ。今400あ。でも今から入荷しても。まだな。夜まで6時間あるから。えー、だから棚を設置して、棚を設置して、 入荷するという可能性があ、でも借金が返せなくなる。でも全部一個ずつ、一個ずつちょっと入れたらどうなる入れて入れて ?350。ギリギリなんとかなりそう。購入しとけ。購入しとっちゃう。よし、はい、すいません。さあ、これは、その日に対応できる。対応力が求められているかこんなに感づかれるとは思わなかった。水一本。あなたは文句言わないよね。水一本ならね。水一本で文句言われたら、私はぶちぎりますよ。よし <laughs> たくさん買ってる人に限ってやはりね、探してる可能性あるから。よし。あー、シリアル。まずい。文句が。文句が出ているぞ。今日はまずいか。でも売り上げ的にはそんなに悪くない。客層も、客層というか客足がめちゃくちゃ来ている気がする。48.6。はい、ありがういお兄さん39。で、はい、はい。11.6。はい。シリアル。やはりシリアルだ。うおー、オッケー、シリアルオッケー。まず、棚を、棚を召喚。 えっと、広い、広いことを生かして、広いことを生かせ、ここに OK。これ OK。玄関近くに、玄関近くに置いとけ。新商品に浮かよし、行けあ、でも、待てよ。あの、あれが、あー、な、これ違う。これ冷蔵庫だ。これ冷蔵庫らしい。ちょっと待って、はい、すいません。待ってください。しかも、あれだな。置いた時に値段設定しないといけないから、安くてね、安い状態で爆買いされる可能性があるから、ちょっと、客足が途切れた時にやらないと危ないな。しかも、 玄関、玄関のところに設置してしまった故、この、すぐ取られる可能性もある。大丈夫かちょっと、ここら辺で。うおー。で、一旦、一旦置いて、値段だけつけよう。値段だけつけよう。4.2くらいではい。よし。これでまず、1個、1個、<laughs> 1個、なんとかして、新商品買ってくださいね。新商品買ってくださいよ。で、22杯。 で、はい、あなたは ?1 位素晴らしいよさあ暗くなってまいりました暗くなってまいりましたが0.5はいあ、間違ってない大丈夫クソ結構みんなシリアルお求めでそんな人気商品なのかこれ17.17.3はいでまずいぜ3.3はい何だってヨーグルトヨーグルトはもう諦めて <laughs> やばい、暗い あまりにも暗い。暗いです。暗いですよ。さて、これなにこれなにあ、待って、取らないでね。取らないでね。まだ取るな。まだ取るな。まだ取るな。えーっと、4。はい。よし。あ、間違えた。これじゃない。<laughs> 箱置いてるのは勘弁して。えー、まだいけるか。まだいける。まだいけるぞ。シリアルが結構。あー、ダメだった。お客様、待ってください。まあ、あまだいけそうだけど。でもね。 並ばれるとプレッシャーになるから27.2はいさあどうだチーズ1個ならば文句あるまいチーズ1個買えれば満足でしょうさあお姉さんはお姉さん6.46.4はい文句なしさあ文句税が若干少なかったあっ新商品買いましたね新商品お兄さんよし文句のない新商品お兄さん6.4はい いやでもなんか露骨に客増えた気がする。露骨に増えている気がしますよ。やはりみんな新商品とライトに釣られて来ているという考えていいでしょうかあ、でも目次だ。終わったか。終わったけどもう一人来ている。さあ、最後の兄さんは文句を言うか文句を言うのか言わないのか。ゴミだけ捨ててるが。あ、もう一回お姉さん来た。お姉さん、お姉さん買うケーキ買うあ、新商品をついに取った。 よし、向こうに行った瞬間に置いて、お姉さんがこれを買うかもしれないから、値段だけつけといて、2.2くらいにして、それ、また落ちちゃった。<laughs> お姉さんもう終わってた。買い物終了。あ、でも新商品買ってるじゃん。米も買ってるじゃん。おじさん、天使か。おじさんが天使に言えるぜ。あー、でもケーキが、あー、置いた瞬間にで、この人は新商品だけ買ってきた。 やはり目当てか。くそー。入荷したらやっぱりね、即座に置かないと、鍵付つけられるということが判明した。いやー、まずい。かなり不満が溜まってしまったようだが、まあ、これはね、しょうがない。また、次の日に。あ、ソーダが下がった。ソーダが下がりました。どのソーダだよ。<laughs> 3つあるんだけど、まあいいや。とりあえず、またね、学ぶことができたから、よしとしましょう。よし、じゃあ、 新商品も入荷してね、ストレージも追加できたところで、今回はさすがにここまででしょうかね。次はそろそろ人手を雇いたいところですね。あと、商品の追加ね。人手を雇って。可愛いな、これ。<laughs> 何これ。このシリアル。こっちの方が売れそうだな。あ、でもこれも可愛い系か。シリアルは可愛いい系なんですね。はい、ということで、本日の営業はここまでといたしましょう。ちょっとね、ゲームのルールとか。 ワンフェが厳しいとかだんだん分かってきましたので、次はまたね改善できるように頑張ってまいりましょう。では今回はここまでで。ご来店ありがとうございました。